ニューストピックスです港町の金沢市大野町で今年の夏、地区およそ100年の町屋が駄菓子屋カフェに生まれ変わります今日はこの話題について社会部の橋本記者に聞きますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずどのような店になるのか教えてください、はい、魔法の駄菓子屋、キラリ堂は18歳未満の子どもが 100円のカプセル自販機を回して木札キラリを受け取る仕組みです1枚100円分の専用通貨となりカプセル1つに1枚から3枚が入っていますこのように最大で200円分お得にお買い物ができる魔法のような仕組みで併設のカフェの売り上げの一部が元となり大人が子供にご馳走することになります店は奈良県生駒市にある魔法の駄菓子屋チロル堂を手本としています 子どもたちの遊び心をくすぐる楽しそうなお店ですよね。はい、運営するのはどのような団体なんでしょうか、はい。石川富山のママさん5人で作るグループ、やってみようが運営します。メンバーは2歳から6年生の子どもを育てる母親です。昨年夏、コロナ禍で行事が制限される子どもの姿を間近で見る中で、ワクワクする体験を届けたいとグループを発足しました。 奈良県のチロルドを見学した際、店内でお年寄りがおしゃべりしたり、子どもが宿題をしたりと、素材を問わず集まる雰囲気に魅せられ、金沢でも会室したいと、思い立ったそうです。場所はなぜ、大野町を選んだんでしょうか。はい。メンバーで大野町ゆかりの方はいらっしゃらないのですが、昔ながらの街並みと、現在も住民同士のつながりが深い雰囲気に惹かれて選びました。 店をオープンする町屋は大野町の中でも歴史的な景観を残す小町並み保存区域にあります。持ち主の川端さんが空き家となっていた聖火の改修を進めており、未来を描く若者に使ってほしいと借り手を探していたタイミングでちょうどやってみようと出会いました。町屋は蔵も合わせて273平方メートルの広さがあり、教室や習い事などのスペースとしても貸し出す計画です。 オープンはいつ頃を予定していますかはい。7月7日の七夕にオープンを目指しています。キッチンなどの改修へ、5月末までクラウドファンディングを実施しています。川端さんは町外の視点で、えー、町のの良さを発見してくれるのが楽しみ、地域ぐるみで子どもの成長を見守りたいと話し、やってみよう代表の矢口さんは、買い物やカフェを利用しなくてもフラット立ち寄って幅広い世代が交流する場にしたいと話していました。 7月7日、七夕のオープンが楽しみです。社会部の橋本記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。